毎度です。お家で立ったままできるお尻トレーニング、いかがでしたでしょうか。あまりにも効くんで、もう途中で僕でもちょっとフォームずれちゃいましたね。申し訳ないです。片足立ちになったり、体の角度とかちょっと難しいところあるかもしれないので、あんまり効かないっていう方は一つ一つの動きのフォームをまず練習してから最後4つ続けてやっていただければよろしいかと思います。ちょっと間違ったフォームでやっちゃうと太ももに効いちゃって逆にちょっと足が太くなったりするので、必ずフォームを練習してから4つ連続で行いましょう。本当に一つの動きが、たった10回ですけどね、これだけでもうケツパンパンになります。パンパンです。人口に出てた巨人師匠くらいパンパンですね。なので自粛生活でおうちトレーニングされてる方はぜひ試してみてください。これだったらもうケツパンパンやで。ほなまた。